長白露は中国春秋時代の進むの大部。姓は英、氏は蝶、意名は、白露。長無永いの長男。長天音の父、長菅の祖父。長無永いの長男として生まれた白露は、聡明かつ性格が温厚で、長無永いから、長子の時代を担う嫡男として、大いに期待がかけられていた。しかし、長無長が、人相の姑とぬの故郷に、 白露を鑑定させたところ、将軍の器にあらずと鑑定されてしまった。その後、長無長いが定山に出向いた際、同行してきたこの白露ら対して、私の宝の譜を定山の頂に隠してある。見つけた者に褒美をやろうと言ったが、白露をはじめとして、誰も宝を見つけることができなかった。しかし、末程の無恵むだけが上山の頂に立つと台を見下ろすことができますが、 大は、取ることができますと答えた。これを受けて、蝶村外は、白露を拝着して、新たに、ムメグムを、着死の座に据えた。白露は、定山でのムメグムの答えから彼の非凡さを感じていたので、不満を全く持たずに、ムメグムを、影から支えた。しかし、彼は、間もなく病没してしまい、その後は、この蝶ま根が継いだ。ムメグムは、白炉のオムを生涯忘れず、 紀元前463年に大を滅ぼしたときは、その領地を蝶甘根に与え、さらに自身の光景に蝶甘根の子の長官を据えるなどして、白露の恩に報いた。ありがとうございます。